小学生の頃、具合が悪くて学校を休んだ時のこと。我が家は両親共働きだったので、それまでは私の具合が悪くなり、学校を休む時には両親のどちらかが会社を休んでくれていたのですが、どうしても休めない仕事だったようで、昼には母親が早退できるので、それまで私が一人で家で寝ていることになりました。昼までとはいえ、初めて一人で長時間過ごさないといけないので、母親にテレビは見ないで、とにかく午前中は寝てなさいと約束をさせられ、母親は仕事に行きました。具合が悪いとはいえ、小学生なので、じっと寝ていることができず、母親が出かけてから30分ほど過ぎたくらいで、テレビをつけ、当時やっていた教育テレビを見ていたのですが、徐々に高学年向けの番組になってきて、なんとなく具合も悪くなってきた感じがするので、少し眠ろうとテレビを消して、画面に部屋の中が反射して映っているのをなんとなく見ていると、なぜかそこに誰か映っている。と思い、よく見ると、帽子をかぶり、うつむいて立っている男性か女性かはわからないのですが、部屋の端の方に映っている。慌てて振り向き、部屋を確認するのですが、誰もいない。テレビをもう一度見ると、そこにははっきり帽子の人が映っている。もしかしたら、テレビの画面の残像が残っているのかと思い、もう一度テレビをつけ、しばらくしてから電源をオフにしたのですが、画面にはやっぱり帽子の人が映っている。しかも、さっきよりも私の方に近づいているような感じがする。体も向きも少し私の方に向いている感じがする。テレビの残像ではないんだなと思い、もう一度テレビをつけて消すと、確実にさっきより帽子の人が私に近づいている。どうしようと思ったのですが、家には私一人だけだし、どうしようもないので、布団に潜ってじっとしていたのですが、家の中はシーンとしていて、なんとなく気味が悪いし、どうしてもテレビの方に視線が行ってしまい、その度に帽子の人を見てしまう。とにかく気持ち悪いので、テレビをつけてしばらくすると、テレビの音で少し安心したのか眠ってしまったようでした。物音がして目が覚めると、母親が帰ってきていて、テレビに映っていた人影のことを説明すると、そんな時間からテレビをつけていたのかと怒られ、しかも母親が帰ってきた時もテレビがつけっぱなしだったと怒られ、いろいろと散々な日でした。私は今でも電源の入っていないテレビやパソコンのモニターは苦手で、そういったものには普段タオルなどをかけてあります。